ございます。ここ行くよ、軍艦島やな。ずっと行ってみたかったんですよ、長崎県の軍艦島で。結構ね、軍艦島って名前はみんな聞いたことあると思うんですよ。で、聞いたことあると思うねんけど、じゃあ実際軍艦島ってどういうとこかって多分ね、皆さんね、あんまりわからないと思うんで、簡単にね、どういった島かって説明するとしたら、めちゃめちゃバブリーな島でした。1800年でしたね。時代は1800年に、この国、日本、当時のさ、時代のさ、エネルギーって何が主やとかも多くな、その時って。何やろな、いろいろあると思う。だから今やったらさ、火力エネルギーとか、まあ、電気とか、はいはいはい、まあ、地熱とかいろいろあると思うんだけど、はい、当時の日本って何がメインやったの？全然1800年やろ。1800年、人、うん、人、今もそうやけど、人は資源やけど、はい、住みやな、炭鉱。なるほどね。そん時に、その今でいう軍艦島の周りにめちゃめちゃ大量の質のいい炭鉱が見つかったらしくて、もうあれやな、やばいな、そうそう乗らなあかんやな。簡単にちょっとあの続き説明するわ。で、1800年にそのごっつい炭鉱見つかったわけやねんから、これはもうこの国総出でプロジェクトやわ、これはもう取りに行こうというわけで作った人工的な島、それが軍艦島ですね。まあ、通称その端島っていうらしいんですけど、ただその時ね、なんやろ、もう何でもあったらしいね。もうマンション、学校とか娯楽、まあ、映画館とか、なんなら風俗もあったそうで。一個の島に？一個の島に、だからその島の中でほんまに全部が揃ってた。ほんまにすごいな、全部がちょっとしたもうほんまに町みたいな形やって、はいはいはい、そんな感じでかなりバブリー、かつほんまにその島で働くためだけに来る人しかおらんかったわけやね、当時は。なるほど。だからそれほどなんかめちゃめちゃバブリーな島やったわけやねんけど、当時のさ、年収じゃねえ、月収で、うん、当時の約4倍ぐらいだったらしいね、やば、普通のサラリーマンに比べて。まあ、そんなバブリーな島なんで、ちょっとそろそろ置いてかれそうなんで、今から行きたいと思います。はい、すごく寝ぼけております、よろしくお願いします。軍艦島に上陸したわけやねんけど、はい、あのね、めっちゃ渋いわ、渋いこの島で。簡単な歴史から話したいんやけど、その前に結構危険なことなあ。左とか見てもらったら堤防でさ、でも高さ8メートルぐらいある堤防やねんか、これ、はいはいはい、すぐ向こうにもちろん海があって、ただ8メートル以上ある堤防やのに、うん、波がこのバーコーン来てこっち行くっていうマジで、すげえ。それもあって結構な台風とか、うん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 、そういう津波とかにやられまくったらしいなと思ったら、はいはい、なんならさ、あの向こうの建物で左側のさ、ね、くの字の建物あるやんか、うんうん、あれって波切り用の建物らしくて。あ、そうなん。そう、だから住居用ってより波切り用やから、はいはいはい、だからあえてあそこ波をぶつけてっていう、結構体を張った建物、ね、あ、もう住むためじゃないんや。そう、住むためじゃなくて、そう、波切り用らしくて。やば、波切り用、波切り用ね、これな。で、その軍艦島やねんけど、なんかもともと1800年ぐらいに発見された、うん、ポテンシャルが発見されたせやな、ポテンシャル、ポテンシャル島ね、はいはい。で、その時なんか近くの漁師さんが、うん、ここに、この島に上陸されて、もともとはほんまにただの岩やってん、なんか、はいはいはい、なんやろ、木が生えてるとか、なんか泥じゃねえや、その土があるとか、そういうのじゃなくて、ただの岩の島やっていいけど、漁師さんが上陸されて、で、焚き火しとってんな。焚き火しとったんや。焚き火しとってん。はいはいはい。ターン飲んどってん。うん。焚き火好きやろ、僕らも。うん、好き好き。しちゃうよね。しちゃう、しちゃう。で、その時に、掘って、隣にあった岩が掘って火ついたらしいねんか。マジで？この瞬間、この国の革命は始まったんや。この国の産業は焚き火でね。そう、産業革命の第一役になったのがこの国なんじゃ、この島なんや、軍艦島。すげえ。で、そっから漁師さんが、え、燃えてるやん、この岩燃えてるやんと石炭やないかって。その時の時代ってやっぱエネルギー、このね、世の中の全てエネルギーの一端がやっぱり石炭やから、はい、ほなこれは掘るしかあらへんわと話がやから掘り始めて、はいはい、で、そっから、ちょっと数年経って岩崎弥太郎先生が、はい、我ら岩崎弥太郎先生、あの天下の三菱重工ですわ、はい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 、三菱重工さんの
岩崎弥太郎さんが目をつけてこの島を買い取って、そこから開拓が始まって、開拓していく中でもっともっと、関ちゃんめっちゃ出てくるやん、思った以上にバカ出てくるやんっていう、あの YouTube のディスカバリーチャンネルの、あのベーリング界のカニ漁のあれ、めちゃめちゃカニ出てくるやんみたいな感覚で、すごいな、ここみたいな、すごいな。やから、いろんな全国津々浦々の人がここに働きに来たってわけやねんけど、びっくりしたのが、その労働条件、うん、まあ給料はさ、最初冒頭で、まあ、いいって話したからさ、うんけど、労働条件がね、労働環境がやっぱりあんまり良くなかったらしくて、なるほど。例えばさ、あそこ見えるかな、あのなんか、どれやろう、あの階段があるやん、バーって階段があって、はい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 、あれかな、この先のやつ、はいはい、あれはエレベーターやな、確か。そうやね、そうやね。ここから606メートル降りるらしいね、海底まで。606メートル?そう。海底まで606メートル降りて、そっからあっち方面にトロッコ乗って、2キロか、大体。2キロぐらいバッコン向こう行って。え、それ海、海の下をってことやんな。うん。やばい。やばい。もう、プレッシャーやばい。いろんな圧が。水圧といいますか、プレッシャーといいますか。三菱重工さんに乗ってな、開拓されて、その石炭をバッコン来たわけやねんけど、その取ってた石炭をどこに使ったかというと、八幡製作所やねん。明治維新した後のね、産業革命のね、このね、この国のね、経済が回る時のね、一旦狙ったのがさ、あの八幡製作所やんか。ああ、やっぱあれおもろいよな、はい、あの元々の島があの岩部分しかなかったっていう。そうそう、あれな、あれな。で、今僕らたちが立ってるところは、うん、何、埋め立てられたところや、埋め立てられたことやったな。で、その埋め立てたとこも、そのなんか炭鉱を掘っていく中で、いい炭鉱と良くない炭鉱がやっぱあるわけやから、うん、それ良くない炭鉱を再利用として、この埋め立てに使ったっていう形で、もっともっとあの炭鉱に関しては、その机にポイってしょったらしいわまあ今の時代やったら不法投棄ですわ当時やな、許されたなあ。でさ、やっぱあの階段を通らないと出勤できないわけやから、うん、階段の左側の部屋がいわゆるそのシフトカード出勤部屋。なるほど。そう、あそこで名簿とかヘルメットとか、はいはいはい、点々とかして、そのまま階段を持っていく形やから、だからさ、あの階段どう見てもらったらさ、ちょっとすすついてるんよ、うん、ほんまやな、ちょっと黒ずんでるんよ。はい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 。だからこの島って、その合計70年間かけてその炭を掘り続けたわけやねんから、つまり70年間掘られ続けてきた炭、いわばこの国を支えた人たちの血と汗の炭がそこら辺が重なってなったやつやねん。なるほどね。止まった見たことわかる、わかる。草であれもあるやん。何、あの丘の頂上にある家、あれ何やったっけ、あれあの偉い人の家。あ、そうそうそう、三菱重工の当時の偉い管理職以上の偉い人の家で、めちゃめちゃええ部屋やったらしい。もうだって見下ろされてるもんな。そうそうそうで、だんだんとその階層が下がっていくことに、なんか住むお家のその高さも普通に低くなっていくっていう、はい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 、明治時代の年功序列ですわ。えぐい。知識やけど、めちゃめちゃ楽しみやな。ありがとう。あのな、お偉いさんの家な。あれな。明治時代の年功序列ですわ。目立つな、あれな。